北木島の金風呂集落クスのき海岸にある猫岩と重ね岩北木島は岡山県笠岡市の笠岡諸島に属する瀬戸内海の有人島。2019年笠岡諸島は日本遺産に指定された。北木島は笠岡港から南に約 15km の地点にある。日本国内の有人島としては小さい部類に入るが笠岡諸島では最大の島である。 島の北側に金呂と洋浦、東側に大浦の港があり、港の周辺には集落が形成されている。島の岩盤は中世大白亜紀の河口岩からなり、島から産出する石材は北木石のブランド名で流通している。長場と呼ぶ石切り場は良質の石を求めて地下深く掘られており、採掘をやめた長場には水が溜まって写真のような 長箱湖の景観を見せる。北木島では地表近い花崗岩は水分の影響を受け岩石中の鉄分が酸化して赤みがかった錆石となっている。錆石の下には酸化されていない新鮮な花崗岩が地下深くまで続いている。北木島の長馬では良質な白い花崗岩を求めて地下深くまで採掘を行い、多くの長馬で海面比マイナス数十メートルまで掘り進んだ。 採掘を終えた長和では、垂直に掘られた深い穴に水をたたえた池が残され、興味深い風景となっている。海の見える小高い丘の上に古墳が3箇所、現存しているので、古墳時代から人が住んでいたと思われる。京徳2年1453年に書かれた、学部史系図には、芝の島とあるが、戦国末期と推定される書状には、北木と書かれており、 マナベ氏の一族が住んでいた。江戸時代は1619年から貧乏福山、水野市の領地となったが、1698年以降は、幕府領となった。江戸時代1834年の天保豪町では、北木島の取れ高は約224国とされている。しかし、江戸時代の県地町では、島の田畑のランクは低く、島の経済は漁業に依存していた。北。 木島を含む瀬戸内海の島々は良質の花崗岩を産出している。江戸幕府が豊臣氏を滅ぼした後に建造した大阪城の石垣の巨石も小戸島などから切り出した花崗岩が使われている。この大阪城の建造に再出来た木島からも石垣に用いられる石材を搬出したとされる。江戸時代末の1863年には京都を 異国の侵略から守るために建造された西宮お台場放題の石材を教室。1879年には横浜商金銀行の石材を受注。1896年には北木島の石材を使用した日本銀行本店が竣工し、建築用石材としての北木石の名が広まる。1932年には靖国神社の大鳥居と、 大石道路の石材を積み出した。第二次世界大戦を挟むしばらくの期間、石材産業は一時衰退したが、戦後の復興、経済成長期には、再度著しく発展した。最盛期の1957年には、加工岩を採掘する帳場の数が127箇所、あった。その後、中国からの安価な輸入石材に押されて、石材の産出量は減少し、 最盛期に127あった採石業者は2017年時点で、長場は2社に減っている。島の北木中学校に北木石記念室が設置されており、花崗岩の石材の見本や、かつての長場で使用された機械、道具類が収蔵、展示されている。そのうち明治から昭和後期まで使われた道具類が、 平成26年に登録有形民族文化財に登録された。平成27年度に北木島採石場及び採石跡地の景観と石切文化生活道路から見えた長場とは優れた素材、技術を生かした高い品質を持つ笠岡ブランドとして笠岡市より認定された。2017年4月に民間会社の採石場に 作岩などの作業風景や約70メートル下の谷底を見下ろせる展望台が設置された。島では北木石と呼ばれる極めて良質の花崗岩が産出し、その石を利用し大阪城や福山城の石垣や明治神宮神宮橋、靖国神社の大鳥居などが造営されたほどの名石である。現在でも採石と漁業が主な産業である。 ありがとうございます。